長崎ガンバランバ国体サッカー競技は島原市で行われました。青年男子1回戦の相手は三重県です。序盤は三重県に攻め込まれます。徐々にペースを取り戻した長崎県。選手がボールを決めます。三重県酒井選手に同点となるゴールを決められてしまいました。2対1の1点リードで前半を終わります。後半コーナーキックに熊谷選手が頭を合わせゴール。やっぱ初戦なんで、自分たちのやりたいサッカーもしながら、リスクを負わないようにとやってたんですけど、最初1点目がすぐ決まっていい形になって、その後取られたんですけど、絶対チャンスあると思って待ってたんで、そこで決めれてよかったです。開催ですね、応援席からもたくさんの声援が聞こえていましたか？本当にもう自分たちでは成し得なかった勝利だと思っているので、本当に応援してくださった皆様に本当に感謝しています。はい、もともと持っている力から考えればまだまだ満足できないなという内容もそうですし、個々の選手の力はまだまだあるので、やっぱ初戦っていうのは本当に一番難しいゲームって、苦しいゲームになるっていうのはもう想像してたので、
まあ、よく耐えてくれたなというところですね。はい、はい、まあ、やっぱ特別な思いはありますね。ここは自分が育った町なので、ここでたくさんの人が応援してくれてますし、たくさんの人がこう支えてくれてる、まあ、それがあってここで自分たちはやれるので、まあ、本当に感謝の気持ちを持って、なんとか皆さんと一緒に喜べるように頑張りたいですね。青年男子は準決勝で福岡に敗れましたが、3位決定戦で京都に勝利、堂々の3位入賞です。女子1回戦は岡山戦です。お互いに固い守りでなかなかゴールを割ることができません。0対0のまま後半を迎えます。後半になっても厳しい戦いは続きます。試合は0対0のまま後半を終わり、PK 戦となりました。キーパーのファインセーブ。3対1で PK 戦を制し、長崎県が1回戦を突破しました。しかし続く準々決勝、東京に2対1で敗れてしまいました。